はい、皆さんこんにちは。今日はですね、都市っていうか、都市は都市か、成都なんですけどね、中国の、西の方にある。成都っていうと、あれですよ、蜀、三国志の蜀ですね、劉備玄徳の。あそこの都ですけどね。重慶とかも近くにありますけど、で私はね、そっちよりもそこからですね、西に行くとチベット高原になっていくわけですね。あ、これちょっと燃料のあれが出ちゃったけど、チベット高原になっていくんだけど、どんな山の具合なのかなというのをちょっと、西の方に行ってみたいと思いますね。でちょっと足の速い、これは450ノット出るんで、450ノットっていうとね、800キロ以上出るんでね、マックス。だから速い飛行機でちょっとこの高原の方をね、行ってみたいと思います。これね、なんでっていうと、よく世界史の授業で三蔵法師の話を聞くんだけど、前コンビニで三蔵法師の本を買ったんだけどね、それでいくと、西安から火星回廊を通って、このタクラマカンに出て、で天山南道とかを通ってカシュガルから、南下して、今でいうイスラマバードとかですね、あの辺り、あとサマルカンドとかを通って西インドに入って、北からインドに入ってきて、でまた今度東に行ってですね、今のだからこのガンジス川の流域の町のナーランダーだったかな、そこまで行くんですよ。そうしたらめちゃくちゃこうぐるっとですね、チベット高原を一周するような、もうほぼ一周するような感じですよね。だって西安っていうとここですよ。ここからもうずっとこの火星回廊を通って、敦煌とかがあるの火星回廊っていうんですけど、火星っていう川の西ですよね。火星回廊を通ってタクラマカンの北側の天山南道っていうのを確か通って、でこのドン付きにあるカシュガルを経て、でずっとこの南に行ってですね、それでこのヒマラヤ沿いにずっとまた今度東に来るから、ほぼ一周してるんですね。でなんでそんな遠い道を行ったんだろうっていうの、普通にこう地図を見たらですね、だって西安から同じ出発するにしても、じゃあずっと南に行って、で例えば昆明、ここは昆明なんですけど、昆明のあたりからビルマを越えてですね、ナーランダに行った方が圧倒的に近いんですよ。もうだから本来のカシュガルを通っていくルートを1とすると、この西安から昆明で行くルートって、0.3 ぐらいですよね、多分距離でいうと。そんな近いんだったらなんでこっち通らなかったんだろうっていうのはあるんですよ。そういう道がなかったのか、あるいは治安が悪くて、山賊とかに会いやすいのかもしれないし、で、それか地図がそもそもできてなかったのかもしれませんしね、当時は。そんな世界地図が立派なものがあるわけじゃないんで、630年とかですからね、まだ西暦。そんな頃に正確な世界地図なんて多分まだないと思うんで、だからそういう道が発見されてなかったのか、でもそんなことないと思うんだけどなっていうのをですね、思いましたね。多分高校生の頃に思ったと思うんですけど、今日の成都から西の方に行くのはちょっと難しいですよ。チベット高原こんな横切るなんていうのは難しいんですけど、ただ実際チベット高原もね、当時からすごい海抜が高いんだけど、このポタラ丘をはじめですね、ポタラ丘はまだなかったかな、
街はね、結構あるんですね。まあ、ちょっとここにはあんまり、なかなか、まあでもそれでもあるね。なんとか、地名が書いてあるから。まあでもそれはちょっと当時の旅は無理だとしても、とにかく水が切れたらもう終わりですからね。食料と水が切れたら終わりなんで、そんな適当に進むわけにはいかないんですね。やっぱり宿場町がある程度一定期間に、一定区間に一つはないとですね。でそこで宿を借りて泊まっていくわけですから、うん、もうそんなね、宿、宿場町がないようなエリアに行ってしまうと、もう餓死してしまいますからね。うん、だから確実なルートを選んでいったら、やっぱり北回りになったんでしょうね、多分。だから地図見ていくのは簡単そうに見えるけど、まあ実際その宿場町があるようなルートがなかったんでしょうね、多分ね。うん、立花さんの動画見てたら、なんか二十歳の学生が、医学部の学生が、メガビッグっていうサッカーくじでなんか1億以上当てたっていう話がありましたね。話題になってるみたいですけどね。で私もそれでちょっと興味があって見てたんですけど、ちょっと夕方ですね、これ。ライブレーザーをして、おお、すごいパワフルだな、これ。いかにも速そうですね。これでもセスナなんですよ。会社としたらセスナなんで、結構セスナってね、小型機からまあまあ大きいやつも作ってるんですね、これ。まあ今はデキストロンアビエーションという傘下に入ってますけど、これなんかだって450ノットって言ったらすごいですよ。800キロぐらいですから、まあマッハには行きませんけどね。すごい速いですよね。何人乗りぐらいなのかな。まあまあ中型機、まあ中型機とも言わないのかな。まあでも、もうここ成都ですけどね。まあちょっと町の見学は、こっちか。ああそうか、西だから。ああちょっと間違えたボタン。ここから西に行けばね、まあ方向としてはチベット高原ですね。
で、そのサッカーくじなんですけど、まあ、あの1等12億とか言ってるんですけど、まあ、それはですね、あの理論値なんで、実際12億出るなんてことはないんですね、ほとんど。1等12億とか言ってるのは理論値であって、あくまでその毎回その売り上げが変わるんでね、売り上げがだいたい7億ぐらいって言ってましたかね、立花さん。7億売り上げがあると半分はあの銀行が持っていくんで、あ、自治体なのかちょっとよく分かりませんけど持っていくんで、7億の売り上げがあったら 3.5 億ぐらいを、まあ、還付っていうか、あの当選金に振り分けていくわけですよね。うん、なんだけど、キャリーオーバーっていうのがあって、ちょっと私も詳しくは分かりませんけど、あの要は還付金がだんだん累積していく場合があって、でそのそれがですね、今回58億円ぐらいまで累積されていたらしいんです。でそのまあ今回ですね、なんでそんな当選者が出たかっていうと、台風が来てですね、サッカーくじで J リーグで12試合あるんですね。ということは24チームあるのかな、12試合があります。でそれを得点差でですね、それぞれのチーム、まあ、A チームと B チームがやって1対0だった場合とか2対3だった場合とかっていう得点の合計だったと思うんですけど、それを4通りに分けてですね、まあ、例えば3点以上とか、0点とかですね、でそれで4通りに分けてやっていくと。ということは12試合あるから4の12乗ですね。で4の12乗っていうと1600万通りぐらいあるんですね。でその1600万通りを1つ300円だからかけると48億円の、例えば金持ちが48億円で出すとですね、まあ絶対1つ当たるんですよ、全組み合わせを買えばですね。うん、48億円を、要は1600万通りあるんです。1試合の得点の合計が4種類に分けるんですよ、まずね。でそれが12試合あるから4の12乗で1600万種類のその場合の数があるんですけど、それを300円で買うと1つ、1本300円ですからね。でそうすると48億円あれば最低1つは当たるんですよ。ただし12億円なんで、48億買っても1等が最高12億なんでですね、その場合は損するわけですね、まあ単純に言えば。まあというふうに宝くじというのはですね、全通り買っても損するようになってるんです。それは何でかというと胴元が取るからですね。うん、なんだけどね、ちょっと今回はイレギュラーなパターンで、台風で4試合が中止になってですね、8試合しかなかったんですね。そうすると4の8乗になるので、6万5千通りになりますと。つまり1600万から6万5千にですね、全部当たる場合の数が一気に縮減するんですね。もう そんなことは滅多にないんですよ。サッカーというと雨でもやりますからですね、まあ、雪が降ったらさすがにやりませんかね。だから台風とか雪、大雪とかですね、まあ、雪って言ってもどうでしょうね、除雪剤とかも巻くでしょうから、まあ、吹雪みたいになったら
やめるんでしょうね。あ、もうこれちょっとチベット高原の方向で山がちになってきましたね。これね、山の尾根伝いに行くっていうのは簡単そうに思いますけどね、実際は行けないですよ。うん、下手したら遭難しますからね。あ、すごいな、もう早いですね、やっぱりこれ。それでその6万5000本買えば最低1本は当たりが当たるんですね。うん、だから6万5千本かける300円だから、ちょっと計算してみないと分かんないけど、で今回ね50億ぐらい売れたらしいんですね、売り上げが。まあ、だからみんながそれ当たりやすいと思って参加したんですよ。50億売れて、普段だったら7億ぐらいしか売れないところを50億売れたってことは7倍ぐらい売り上げがあったんですね。でそれの半分を胴元が取りますんで25億と、キャリーオーバーのね58億を足すと、83億ですよね。うん、83億の原資があったんです今回。で83億で今回50億売れたってことは、50億割る300円で1600万本ぐらい売れたんでしょ。そうすると83億を1600万本で割ると、さっき計算したらね3200万ぐらいになるんですよ、1本あたり。あ、違う、83億集まって1600万、あ、そうですよね、83億の払い戻し原資があって、1600万本売れたんでだったかな、1600万本50億割る300だったんで、ちょっと計算間違ってるかもしれないけど、でそうするとね当たりがとにかく250本ぐらい出る計算になるんです。うん、当たりが250本出て、でそれをね83億を250本で割ると1つ3200万ぐらいになるんですよ。ちょっとこれ計算合ってるか、多分合ってると思いますけど、50億売れたってことは1本300円なんでね、50億割る300で確か1600万本だと思うんですけど、1600万本の本数が売れたんですね。うん、そうすると当たりが250本。ん？なんかこんがらがってきたな。計算合ってるかなこれ。1600本で。あ、違う、そうだ。まず、あれだ。6万5千本で、1等が最低1回当たるじゃないですか。だから300円で買うと、
1800万か。1800万円出せば、一等が最低1本当たりますね。うん。そうすると、83億をですね、その1600万で割ると、それが250本だっけな。ちょっともうやめときましょう。うわ、すごい山が高くなってきた。まあもうこんな風になってるんで、この道を行くのは無理です、完全に。はい。だからあのチベットのね、ラサとかに住んでる人っていうのは一体何なんでしょうね。うん、ちょっとその辺がね、理解不能というか、もうこれすごいでしょ、この段階で。だって今もう1万7000フィートなんで、3で割るんで6000メートルぐらいですからね。これ単純にあのあれですよ、生徒からただ西の方に来ただけですよ今で。こんなんなんで、もうヒマラヤぐらいですよね。ヒマラヤほどはいかないけど、まあ、ヒマラヤの低いぐらいですよね。低い方ぐらい。最近あのウクライナの情勢で、実はね、皆さんが全くその研究者というか、あの毎日戦況を追ってる人が全然注目していない事柄があって、私だけ多分注目しているのがあるんですけど、それはね、あの1日あたり の、 そのウクライナ国防省が発表するですね、参謀本部が発表するあのロシア軍の装備をいくつ壊したかっていう、まあ、これもちろんウクライナが主張するだけで実際どうかは分からないですよ。だから話半分には聞いとかないといけないけど、それ の、 あの毎回その兵器ごとに戦車、ドローン、自走砲、巡航ミサイル、飛行機って全部分かれてるのがあるんですね、装甲車とかで。あの最近戦車の破壊数と装甲車の破壊数が減ってきたっていうのは前お伝えした、まあ、常々私は言ってきたんだけど、で砲だけは多かったんですね。今まで砲がだいたいね、1日50門から60門ぐらい破壊してたんです、ロシアの砲を。それがね、ここ3日間ぐらい15門とか18門とかになってて、その今までのペースの3分の1ぐらいになってるんですよ。でこれはね、初めてなんですね、そんな風になったのって。うん、ちょっと私もね、毎日のデイリーの数字を見始めたのが、ここ半年ぐらいなんで、あのそれ以前はちょっと何問壊してたのかよくわからないんですけど、とにかく少なくともね、今年の4月ぐらい以降は砲がね、50門から60門壊れてたんですよ。
で、それがね、ここ3日間だけですよ。ここ3日間だけ、18問とかね、15問とかそんなになってるんですね。わ、急になんか開けてきたな。しかも飛行場があるから、まあ、もうこの先多分飛行場ないと思うんで、ここに降りる前提で行きましょうか。まあこういう感じのぐらいがずっと続くんでしょうね、多分チベット高原。そうじゃないかな。急に視界が開けましたね。だからこんな風な地形なんで、中国がチベットに攻め入るのってほぼ不可能なんですね。だからずっとですね、唐の時代から吐蕃って言うんですけど、チベットって吐蕃って言っていたんですけど、大体ね、独立を守ってきましたよね。吐蕃の地域を征服したのってね、いつなんだろうな、秦の時が初めてなのかな。秦ぐらいまでね、多分独立国だったと思いますよ。それはだってそうですよね、中国側から攻めたら、まあ、あんな山だから無理ですよ。そう、それでね、法の損失がすごく減っていて、でこれはね、ちょっといろいろ考えられますよ。まあ3日間だけなんで、なんか特異的な状況があったのかもしれないけど、にしてもね、すごく減ったの で兵士の損失もね、大体同じなんで、1300人ぐらいなんですね。なんで法だけ減ってるんで、これはまず一つ考えられるのは、まずそのさすがのロシアといえども、もう砲が枯渇してきた可能性が一つあります。でもう一つは、枯渇してきたからこそちょっと出し惜しみをし始めている可能性もありますね。うん、残りが結構少ないから、そのあんまり前線で出ていて、あれ30キロしか届かないんで、ということはウクライナからも打ち返されますんでね、だからやられてるんですけど、でそれをやられるのが、もうこれ以上やられるとまずいということで、その前線から下げた可能性がありますね。つまり出し惜しみということですけど、でそれともう一つはクルスクの方を取り返さないといけないから、それで今移動しているという可能性もありますね。うん、ロシアっていうのはね、大体砲であらかじめ街を粉々にしてですね、そこから地上軍で入ってくるようなところがありますので、砲の一斉射撃っていうのがもう必須なんですけど、それをクルスクを取り返すために、移動している可能性っていうのがありますね。ただそれで3分の1になるかなっていうのはあるんですけど、それでそこまで減らすかなっていうのはあるんですけど、あ、ちょっとタイヤがこんなとこに飛行場があるんですけど、街が全然ないけどね。うわ、姿勢がむちゃくちゃだ。ちょっと速度が速い飛行機なんでね、勝手が狂いましたね。はい、ちょっと短かったですけど、ご視聴ありがとうございました。